で高級内の粛清をすると、もうね高層の、まあ、奥様方許さないわよと。でさっき大層にも何人もお妃いるって言いましたけど、それは高層だってそれはそうなんですけど、まあそれよりはこううまく、まあ、あそこちょっと危ないなと思ったらもうはい殺すとかね。でその子孫にはなんかこう仕掛けるとかで、宴席の場面で突然にこうある女の人がうわーとか言ってなんかねこう倒れていく時もあったらしいんですよ。で痙攣をしだして、あこれ毒盛られたなみたいなね、こう周りを見てあれは不足点やっただろうみたいなそういう感じだったらしいんですよ。でその中にはもう不足点の姉貴とかもう親族もいたんですよ。もう親族とか関係ないもんこの人にとっては。もうとにかくこの高級の中で私の言うことを聞かない人はみんな殺すっていうね、いやもう魔女かと鬼かっていう人がこの不足点だったということなんですね。まあもう一回言いますけど、後々の評価でまあこれいくらでもこうなりますかね、そこも若干盛られてるのかもしれません。そこは分かりませんけど、とにかくそういう人だったということだったんですね。さあこの恐ろしい女帝がですねパワーを発揮すると、まあ内政としては怖いっていうことになるんですよ。この密告制度っつってですね、あの家臣こういう悪いことやってますよと、なんかこう意見をこう吸い上げるご意見箱みたいなのを設定してですね、で あいつこんなことやってるんだ、そしたらもうそれをパーンと殺しちゃうとか、もうとにかく怖い政治だったということだったんですけども、ただそのエネルギーが外に向かうとですね国力としては強いんですよね。で、まあ、前回大喪の時にやりました、もうだいぶも党も統一してから周りの方も平定してきてですね、東突厥もこれも服属させたと。でこの不足点の時代にはですね、まあ実際はもう高層の時代ということになりますけど、実験としてのね、まあ不足点の時代には西の突厥これも服属させてしまうと。でここ行きましょう。660年、唐と新羅が百済を滅ぼすと。で唐と新羅、当時朝鮮半島3つ大きな上の方の高句麗と、でこちらの西側の百済と、で東側に新羅ってありましたけども、まあ唐と新羅が挟み撃ちにしてこの真ん中で百済を滅ぼしたと。でこの百済の、まあ、残党というか残っている勢力とですね、まあ、日本がこうタッグを組んで、で白村江の戦いってなったんですよね。663年、白村江の戦い、これ皆さん日本史でも習いませんでしたか、この白村江の戦い、まあ、白すきのえの戦いなんつってね言う時もあるんですけど、白村江の戦い、まあ、これも唐の側が勝つんですよ。まあ、これがですね日本にとってはまあ大事件だったっていうふうに言われてますね。で日本はまあなんかこう朝鮮半島のところで戦争があるとですねちょこちょ こう兵を出兵させてですね、まあ関与させてはいくんですけども、大きな負け戦っていうのはもうここがまあ初めてなんですよね。で白村江の戦いで唐に敗れるっていうことはですね、これから唐がどんどんと日本の方に侵攻してくるかもしれないっていうことですから、ここはもう日本にとっては震え上がる、もう中国がもう退去して日本に攻め入ってくるんではないかというような衝撃がねあったということなんですよね。まあ、そして、まあ、結局はあの日本の方にね大きく攻め入ってくるということはなかったんですけども、その勢いでですね668年、高句麗を滅ぼす、ついにですねここの高句麗が唐によって滅ぼされるんですよ。これは衝撃的な出来事。というのはこれまた前回前々回の煬帝も隋の時に何回も3回もこの高句麗にね遠征をしましたよ。で痛い目を見るわけなんです。100万人以上の軍をね率いて、で高句麗攻略にも3回もやって、でこの大喪の時代もそうですよ。もう大喪といえば唐の時代の一番の名君がこの高句麗をまたもう3回ね倒しに行こうということで出征、遠征をしましたけど、それも叶わなかったのをついにこの不足点がやり遂げるということなんですね。で高句麗を滅ぼして、で結果的に唐の時代の最大の領土の面積になったのはですねこの時代なんですよ。で一番もう栄えていた、まあ、少なくとも面積的にはですねこの時代に一番大きくなったのが、まあ、唐の不足点の時代だと。で世界帝国なんていうふうにね言われる、まあすごい人だったんですね。そうやって外向きに見ればね、内向きに見ればまたいろいろとこうあると
いうことがですね、この683年中宗の即位というところを見てもそうなんです。さあ、それがちょっと見ていきましょうね。この家族内の家庭もだいぶまたね殺されてきましたよ。この辺も殺されて、でじゃあ息子関係はどうなのかと、世継ぎの関係はどうなっているのかということなんですけども、この高祖旦那、おとなしい旦那と鬼嫁武則天の間にはですね4人の男の子がいたんです。でまあ2人の女の子もいたんですけども、で4人の男の子は李光、これ長男なんですよね。で李健、また三男も李健、まあ、漢字がちょっと違うということなんですけども、で四男が李旦という人でした。で長男はですね、まあこれが普通に考えればいつものねパターンになってしまうんですけども、普通に考えればこの李光がこの高宗の跡継ぎですよ、長男ですから。ただこの李光はですねちょっと優しかったんですね。お母さんと違ったところもあった。でこの章ね、もう殺されてしまった、逆だるにつけられてしまったこの章ですよ、章の娘がですねもう30過ぎてもお嫁に行けない状態だったんですね。2人とも章の娘が2人とも30過ぎてもお嫁に行けないのはこの武則天のせいだったんですよ。あんな一族をまたおめおめと嫁に行かせてたまるものですかと、と言ったらですね、まあ、30って言ったらですね、まあ、今だったらまあね女性が30でもお嫁に行かないというのはまあ普通ですよ。ただこの時代30でも嫁に行かないってことは偉いことだったと、それをかわいそうだと思ったのはこの李光だったんですね。いやお母さんとね、まあ、お母さんとっていうふうにお母さんには言わなかったんでしょうね。いやそれはちょっとかわいそうですと、さすがにどうかあのうちの家臣と婚姻関係結ばさせてやってくださいということをね、親父高宗の方に言ったらしいんですね。でそしたらそれがまあ鬼のお母さんね、サイコパスなお母さんに伝わって、そんなことさせてたまるかと、でどこかすごい身分の低いもののところにねその娘たちを嫁がせてしまったと、と同時にその時期になぜかこの李光も急死してるんですよ。でここのなんで死んだかは明らかになってないんですけども、まあ、流れからするとそういうことかっていうことですよね。でこの次男いきましょうと、じゃあもういなくなっちゃった、まあ、李健かなということになるんですが、李健とも折り合いがあんまり良くないと。で武則天がまあよくしていた祈祷師がいるんですけども、その祈祷師がですね、やつぎの皇帝李健じゃちょっとダメですねみたいな、まあ、そういう話をしたんですよ。そしたらこの李健の方がですね、まあその祈祷師を殺害をする容疑をかけられてしまうんですね。いやどうせその恨みを持ってたんだろうと、この李健はその祈祷師ね、あいつのとこまあなんか怪しいんじゃないかとかいうね、そういう話になって、でこの李健の部屋を見てみたら、その謀反を起こす、まあ、証拠品、まあ、鎧だとかそういったものが転がってるという話だったんです。いやどこまでこれ本当に証拠品を抱えてたか分かりませんよ。もしかしたらこう武則天がそこにあえて仕組んだ鎧とかをこう、ね、ベッドの下に入れたんじゃないか、まあ、そういう話もあると。いずれにしてもそういうことで李健も流罪にさせられる、もう左遷させられちゃって、でその後に高宗が死んでしまった後はもう自殺を命ずられる、まあ、まあもう半ばね殺されたようなもんだということで、息子たちも次々に殺戮というかね、まあ、迫害というか、いやーサイコパスですね今日の武則天は、来ましたよ。そしてじゃあまあ全部殺しちゃうと世継ぎいなくなっちゃいますから、党もじゃあもうこの3番目4番目で何とかするしかないっていうことでですね、まあ分かった分かったとね、683年にじゃあ中宗即位させますよということで、この李健をですね、3番目の李健を中宗としてじゃあ即位させますかっていうことで即位をさせたが、しかしここもあるんですね、一悶着。その中宗の奥さんに今度は以降っていう人がいたんですけども、この以降がですね、まあ、出しゃばってきたんですね。出しゃばってきた。で、この中宗もちょっと考えたら、さすがにうちの母ちゃんやばいぞと。ね、あんまりにも母ちゃんのパワー強すぎて、もう少しこうバランス取った方がいいなと。で、バランスどうやって取るかって言って、以降ってその沖崎いましたから。で、沖崎の親父に、井伊玄帝っていう人がいたんですね。で、その井伊玄帝の、ね、そちらの方のパワーを強めていこう。井伊玄帝の位を少し上げていこうと。ということは、まあ、すなわち、少し
こちらの不足点の方のパワーを落としていこうという話ですから、それを聞いたまた不足点がぶち切れると、そんなことさせてたまるかということでですね、もうこの中層もここではもう50日余りで即位を解かれてしまう。せっかく即位したけども、はいもうダメって、もうやりたい放題だと。でその4番目の李旦の方にですね、これを英宗にして、で自分がまだ実権を握り続けますよということをやったんですね。これがもうこの一族の話ということで、結局英宗にして、で自分が実権を握りつつ、まあ、最後と言いますかね、もう自分が直接やった方がいいわっていうことになったんでしょうね。690年自ら即位で、自ら女帝になりますということでですね、もう国の名前も唐はやめとか言ってね、もう州です、新しい、国の制度で行きますよっていうことだったんですね。いやーすごい人がいたもんですね、本当にね。まあなんて言うんでしょう、今いたらどうなっていたかちょっと見てみたいくらいのパワーのあるね、まあ良くも悪くもパワーがある人だったということなんです。まあここで少し国内で何をやったかということをね、おさらいしておきたいと思いますね。まあそうして周と名乗り始めたと。でそれまでの中国の王朝っていうのはですね、前回これもやったことではありますけども、この唐っていう国もまずは元をたどれば、こちらのね、もう純粋な漢民族じゃなくて中央アジアっていうかなの鮮卑の方から入ってきた民族が、まあ隋とか、まあ唐とか、まあそういう国を作ったわけです。で王朝が変わるたびにですね、名前も当然変わりますよね。でその王朝の名前が変わるのはなんでなんだっていうのをですね、まあ、昔言った人はですね、まあ、ある駅政革命論っていうのがあったんですけども、まあ、その駅政革命論、まあ、どんどんこう王朝が廃れていくと、もうそれは天からね、もう交代しなさい、もうそういう徳がないことをやってると、もう名前も変えて次の王朝になるべきなんですみたいな、まあ、そういう駅政革命論っていうのがあったんですけども、それは漢民族の、まあ、考え方だったんですよ。じゃあ漢民族の考え方じゃなくて、まあ周っていう国でしっかりやっていくには、まあどうしたらいいかなっていうことでですね、ここで不足点が大事にしたのが仏教だったんですね。で仏教っていうのは、まあ如来がいてゴーンってね、如来がいて、で菩薩もいますよなんつって、如来はの下で菩薩っていうのがいてですね、でその菩薩の下で、まあ庶民っていうかね、人々に教えを説く、まあそういう一つのヒエラルキーあるんですけども、まあそういう形がこれいいじゃないということでですね、仏教を進めていったということなんですね。でもう一つにはね、改名好き、名前をそういうふうにつけるのが好きだったと。まあ周にしますよまでは、まあなんかこういいような気はするんですけども、そこからね、その元号ですよ、この令和とかね平成とか日本にもあるけど、あれをもうバンバンと変えていった。もうなんかちょっとこの辺女子っぽいですよね、名前をどんどん変えてってね、いい名前にしようとか言って、で自分もですね、この時代はもう皇帝っていうのと皇后っていうのありましたけど、皇帝と皇后ではね、実はこのパワーバランスは圧倒的に皇帝の方があるんですよね。で対等じゃないということで、新しくね天皇とで天皇っていうですね、まあ皇はこの皇なんですけども、まあこれでいきましょうっていうようなね、まあそういう新しい、まあネーミングとポジションとかも作ったりして、で、まあ名前をとにかく、地名もそうなんですけども、国の名前だったり地名であったりいろいろつけるのが好きだったと。しまいには則天文字なんて新しい文字を自分で作っちゃったりしてですね、今日本で残ってる唯一の則天文字が、水戸黄門様のね、徳川光圀の国の字なんですね。でこの国の字が、まあ、唯一残っている則天文字ということであります。で、まあ、そういった文字のことはですね、ひときわ、まあ、執着心があったということなんですけど、科挙についてはですね、改革を進めた人だというふうに言われてます。でこの不足点のですね、何がすごかったかというとですね、このとにかく人材の登用で、人材登用がすごくてですね、まあ、もっと言うと人を見極める力
これがすごかったらしいんですよ。でこの時代に華僑をこう選抜してですね、自分で登用していった人が、で後々にまた素晴らしい世の中になってなっていうのがですね、この唐の元宗の時代にねまた訪れるんですけども、まあ、そこで活躍した人がですね、この時代にこう吸い上げられていった人たちだというふうに言われています。まあ、とにかく人を見る目があったんでしょうね。この頭はすごく良かったということで、でこの時代にはですね、恐怖政治がある一方で、まあ、ただ平和な世の中でもあったらしいと。で普通に暮らしている分には良くて、で人口もね増加していったということだったんですよね。まあ、そういった内政の状況であったということです。まあそうこうしているうちにですね、武則天も、まあ、だいぶ年を取ってきて、さあ次はどうするのかというような話があってですね、まあ、ここで一種のクーデターを起こされてしまいます。705年、中宗がまた戻ってくるということなんですね。もう50日余りでね、ポーッとこう寄せられてしまったあの中宗が戻ってくるのは、その家臣たちがですね、まあ、いつまでも、まあ、そういうことじゃいかんだろうということで、まあ、戻って中宗が戻ってきて、で武則天はもう引退をすることになるんですけども、まあ、ただここでですね、まあ、次の中宗の奥さんだった異行っていうのもですね、なかなかなクレイジーな人だったと。これもひどい人でですね、その旦那を毒殺してしまったりね、したということで、まあ、こういう、まあ、武則天であったり異行であったりと、この女性たちがな、まあ、やってきてくれたひどい政治を表して武威の化という言葉も生まれたと。ただこの武威の化っていうのはですね、やっぱりそこにはまあ儒教的な考えもあって、まあ、その女性にねこういうこと任せちゃいけないよと、まあ、そういう思想発想も含まれているんではないかというふうに言われてますし、また何といってもですね、この武則天と以降のですね、何が違ったかといえば、この能力がそもそも違うんですよね。で武則天は、まあ、能力は多分にあるんですよ。そういう政治をやる能力が、この以降の方はそもそもにそういう政治をやる、まあ、能力がなくてですね、まあ、自分がいい暮らしをするためにそういう政治をしてしまう、旦那も殺してしまうということだったんですよね。でこの異行もですね、その武則天の娘によって殺されてしまうというような、まあ、ここはとにかくね、まあ、女性がひたすらこう出てきて、女性が元気な社会、ある意味ちょっとダークな方でですね、でも元気になってしまう、まあ、そういった社会でありました。まあ、さてこうして見てきたわけなんですけども、さあ海の向こうの我ら日本はどういう状況にあったのかということなんですけれども、まあ、飛鳥時代とか奈良時代を、ね、同時期として唐の同時期として見てみるとですね、例えば女性活躍っていうことで見てみるとですね、この日本もすごい女性が活躍していた時代だったんですね。一つには持統天皇っていう人がいましたと。でこの645年から703年まで生きたっていうことですから、これそっくりそのままこの武則天が生きた時代にスポーンとこう当てはまるわけなんですよ。で持統天皇は天武天皇の奥さんだった人なんです。で天武天皇何やったかっていうとですね、壬申の乱ということで、で、この兄貴の天智天皇のですね、子供で大友皇子って言いましたけども、まあそこに今度政権を取らせてたまるかいということですね、壬申の乱でね、でもう実質自分が天皇になってやりますよということで、壬申の乱を起こしたのが天武天皇ということだったんですけども、まあ天武天皇の政治もですね、まあ、かなり持統天皇の息がかかってたんではないかというふうに言われてますし、その壬申の乱もね、持統天皇が画策したんではないかと、まあ、そういうような話まであるんですよ。であの時代にですね、日本とかこう国を呼ぶ名前、それまでは和の国とか言われてましたよね。でそれまで和の国とか言われてたのが、ある時からこの日本というそういう呼び名になったと。でそれがもうここだったというふうに言われてますよね。この日本とかですね、あと天皇制っていうのはしっかりとこう認知されたのがもうここのまさに持統天武のこの時代だったというふうに言われてるんですね。でここはまさに2人でやったこの二世政治、2人の聖なる人によって展開されたその時代だったというふうに思いますし、もう一つはですね、
もうまあそうですね、奈良時代に行っても孝謙天皇という人がいました。で孝謙聖徳天皇っていうんですけど、まあ聖徳天皇って一緒なんですよね。孝謙天皇と聖徳天皇、まあちょっと時代が違ったっていうだけでですね、女性だったと。でこの聖徳天皇がですね、特にこの道教っていうね人と仲良くなって、まあ仲良くなってっていうかね、道教が、まあ、仏のね、まあ、仏の僧侶だったんですよね。で仏僧、道教っていう仏僧と、まあ、懇意になってですね、で、まあ、そのスキャンダラスなこう一面っていうのが、まあ、なかなかにこう取り上げられがちではあるんですけども、まあ、そこだけじゃないと。やはりまあそれもね、そういう道教といろいろあったらしいよみたいな、こう面白おかしくね、言われる話も後々に、まあ、そういう何かの力が働いたかもしれないと。で聖徳天皇ご自身は何をやったのということなんですけど、この東大寺大仏の開眼供養をしたということなんですよね。で皆さんも奈良にね行けば、あの有名な東大寺の大仏っていうのをこう見るじゃないですか。であの東大寺の大仏、元はどこから来たかといえばですね、まああれもこう遣唐使伝いね、こう仏教の流れでこう来てますから、元をたどればですね、この中国から来たと。で中国の何から来たかって言ったらですね、まあ唐から来たんですけども、唐のここなんですよ、武則天なんですよ。であれはですね、この高僧が武則天に似た、めちゃくちゃこう大きい大仏を建てるんですね。でそれを似せて作ったのが東大寺の大仏だというふうに言われてますから、もうこれからね東大寺に行ったら、あこれは武則天をね模して作られた大仏だなというふうに思ってください。で大仏といえば聖武天皇が作ったでしょうというふうに話になるんですけども、まあそれはそうなんですが、それは親父ですよね、この孝謙聖徳天皇のね。で、この聖徳天皇が開眼供養した、これで完成です、まあ完成セレモニーみたいのはですね、この聖徳天皇がやったと。で、そういう仏教に帰依していたのはまさにこの武則天と同じであったし、そのパートナーとしてね道教と一緒に政治をやっていったっていうのも、まあここと似ているなということであります。さあ本日はそういう流れで武則天を見てきました。前回前々回と非常にこうね、中国の王朝というのは血みどろの世界だなっていうのを見ましたけれども、その極みがここだったっていう一面と、また内政としては、まあ、そうやって怖いこともあったけども、外向きには一大帝国をね築いてきた、そういうことも見てきたわけです。本日はここまでということになります。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。